どうも、リンです。ことフリーアナウンサーの松田リンです。今回は東京都小笠原諸島父島のビーチと夕日が見える展望台に行ってきました。それではご覧ください。はい、続いては、島の西側の宮の浜にやってきました。ここは海がとっても綺麗で、シュノーケリングができるおすすめのスポットです。宿のスタッフの方が教えてくれました。で、ここ見てください。もうサンゴがここに置いてあるんですけど、もうとっても綺麗ですよね。じゃあ皆さんにそのビーチを見てもらいたいと思います。こちらです。綺麗ですよね。今ちょっと日が出てなくって、日が出てる時はものすごい青が綺麗な、ブルーが綺麗です。で、奥を見てみると、もう海の中に入っている人がいるんです。もう今日は12月なんですけれど、水温は、結構あったかいなって感じるくらいで、この季節なんですけど海にも入れるぐらいの気候です。では向こう側に道が続いていて、向こうのちょっと岩場に行けそうなので行ってみたいと思います。宮の浜は小笠原丸が停泊している二見港から徒歩でおよそ25分、車やバイクでおよそ5分の距離にあります。屋根付きの休憩所にはテーブルや椅子があり、近くにはトイレもありました。この時は家族連れでとてもにぎわっていました。はい、さっきのところからちょっと歩いてこっちの方に来たんですけど、海がもう水が迫ってて、向こうの道に行くのが結構難所です。行ってみたいと思います。え、もうこれ絶対濡れちゃうんですけど、やばい。もうとっても海がすごい透明度高くて綺麗です。はい、難所を抜けてこの道にたどり着きました。海の上を歩いてるみたいな気持ちです。なんかディズニーシーにいる気分です。なんかちょっとこれ歩くのちょっと怖い。あー、でもとっても綺麗です。海の中がよく見えます。ここは石がたくさん。では引き続き上に登っていきたいと思います。はい、上に登ってきました。もうここに絶景が広がっています。もっと天気が良かったらきっと海の色もすごく綺麗だと思うんですけど、とはいえもう今の状態でも十分綺麗です。ここ続いている状態で、さっき海に入っていた人もまだ海に入っています。もうここから見える海の色が、もうこれターコイズブルーかって思う海の綺麗さです。私も早くここに入って海の中を見てみたいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。今私が通ってきた道は電信山歩道でした。電信山歩道は宮の浜から釣浜、そして長崎展望台に続いています。宮の浜から釣浜がおよそ30分、釣浜から長崎展望台がおよそ1時間かかります。海域公園地区に沿う尾根を歩くので、兄島瀬戸や兄島の断崖、兄島の最高峰である見返り山などの景観を楽しむことができます。この先は少し歩くと山道という感じでした。こちらは宮の浜の海岸から通ってきた道を眺めた写真と、
反対側の宮の浜から西の方を眺めた写真です。はい、皆さん、続いてはここウェザーステーションにやってきました。ここは小笠原諸島の中、父島の中でも夕日が素敵に見えるおすすめのスポットです。こちら見てください。見えますか？今ちょうど日が落ちようとしているところで行ってみたいと思います。ご覧ください。もうここ180度水平線が続いているんです。皆さん、観光客の方もここに集まってきて、これから日が昇るとこ、日が落ちるところをみんなで見ようと集まってきています。映像を見ても眩しいことが伝わってきましたよね。この時は太陽の光が本当に輝いていました。ウェザーステーションこと三日月山展望台は、発生確率が非常に小さいグリーンフラッシュという現象が見られる世界的にも有名なスポットです。日没や日の出の際に太陽の光が緑色に見えるらしいですよ。ご視聴ありがとうございました。面白いなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。そして次回の映像をチラ見せです。とっても怖かったです。風も強くて崖から落ちないように足元を照らす安心安全帯にできました。これもいやー、本当に真っ暗で怖かったです。そしてイルカの大群が、なんと緊急事態も発生。そして1日200人、1人2時間しか上陸できない島にも命がけで行ってきました。それでは次回もぜひご覧ください。